こんにちは、かくすけです。やっていきます、マイタイムアットポルティア。はい、前回ね、イベントがありまして、わっちゃわっちゃしました。で、橋を立てたストーリーを進めたので、何か来てるか。お、アイザックの依頼。こんにちは、私は公園で五目並べを楽しんでいる老人です。しかし困ったことに、公園にはテーブルがありません。そこで私は専用の石のテーブルを作ってもらうため、いろいろな作業場に連絡を取ってみました。残念なことに、どの作業場もそんな小さな仕事は受けられないと言います。あなただけが頼りです、アイザックさん。石のテーブル、とりあえず受けてみるか。頑張ろう。今夜ピーチ広場での夕べの集会で重大な発表を行う。必ず参加するように。19時からだ。毎週のやつね。市民自警団のね、 R さんかな。ビルダーさんへ。安全確認が終了したため、新しい廃遺跡にダイブできるようになったことをお知らせします。町の北端にある丘の上にある遺跡で、市民自警団の建物の裏側にあります。そんな、まだそんな読みたい、いや行きたいわけじゃないんだけどな。あれあれ、予定と違うな。試練がクールアウト完了で、状態を確認。こっちの小麦が今日できますね。で、レーンがポイ。あれ、あ、入れっぱなしだね。レーンガを取り出して、ストーンテーブル、ストーンスツールはあれ用だったんだけど、もう作ってあるね。回収する。貯水タンク、隣に置いとこ。あれ、置けない。結構広い範囲が必要なのか。どこに置くのこれ。あれ、置ける場所が特に表示されないということは、これは農場とかじゃないといけないんでないの。よいしょ。水を貯めておくのに使われる。魚を入れておくための水槽ではないので注意。特にそういう注意書きはないな。家の中？まさか。家の中じゃないよな。あれ？置けなくてもね、四角範囲は表示されるはずだよね。まあいっか。せっかく受けたから、それから行くか。石のストーンテーブル、あ、大理石、あ、作れるね。大理石のあれ使う予定だったのに、もうなくなるよ。いろいろに入れとくか、とりあえず。よいしょ。水おけ、芋虫入れるでしょ。これで出来上がりだから、アイザックさんのところに持っていこう。で、何かの有効期限がもうすぐですみたいなの書いてあったんだよね。あ、進行中でもこれだけだな。オッケー。アイザックさんのところに会いに行こう。お、ダワさん。話す。ツリーファームはとことん地球のことを考えた場所なんだ。あらゆる植物を植えてあるんだぞ。じゃあいろんな植物が欲しい時に行く場所なのかな。有効期限があれあれって書いてあったのはあれかな、遺跡ダイブかな。ノラちゃん、話す。ピー牧師はいつも説教してる。人生のすべてを光の教会に捧げるつもりなのね。そういうのもありだと思うよ。やばいぞ、ナックルを持って。ヘビどれもどれもだな。クマスギルドにちょっと寄っていきます。なんもないね。インタラクト、話す。あんたの仕事ずいぶん評判いいわよ。あれ、なにこれ。作業場代表。プロフェッショナルさでは業界随一事実です。検査する。参加するにはランクを C 以上にする必要があります。
品質を確認されるのかな。話す。コマースミッションはないね。ポリー話す。ルーシー先生が言ってたの、植物は冬の間は眠ってるって。うん。プレスリーさん、かわいいな。この二人が向かい合わせに座ってたりするのは見るのは楽しいね。楽しい？かわいいな。よし、アイザックさんのところに行きましょう。科目並べ、そうね、地面でやってたもんね。どうぞ。素晴らしい出来じゃな。感動したぞ。あとはこれを公園に設置すれば、項目並べや二目並べを楽しめるわけじゃな。やったね。と言いつつ床に置く。まあ大変だよね。設置まで私がしてあげたいけどね。書物は人を成長させる。たくさん読んでたくさん考えるんじゃ、若者よ。はい。よし。遺跡に行きたい。大理石がなくなっちゃったからね。遺跡行ってみるか。いやでも期限がもうすぐ切れるんなら、こっちの期限を使い果たした後にその危険な遺跡に行ってみよう。危険な遺跡だったらね、大理石がもうちょっといっぱい出るかもしれない。でもちょっと場所を知りたいな。ここお墓か。あ、なんか夜に来たらイベントありそうね、お墓。思いっきり乗っちゃう。アルさん、ちょっと場所を教えてくれません？その新しく行けるようになったっていう遺跡。まあ、教えてくれないだろうけど。話す。ボルティアの暮らしを支えるパワー石を集めるのは、パワー石を集めるのは市民自警団の大事な務めだ。俺たちは他にも住民が安全に暮らせるように尽力している。尽力？尽力。うん。ここのことかな。あ、ここっぽい。ちょっと行ってみたい。あ、20ゴル？安い。行ってみよう。はい。ちょっと。もうね、キャンセルしちゃったからには行くしかないよね。いや、20ゴルじゃなかったよ。そりゃそうだ。はい、ということで回復アイテムも、あ、なんもなくって思ったらハーブミックス持ってきてたな。よしよし。うん、では臨時ショップ。あー、こういうのが、へえ。鉄鉱石が取れるようになったんだね。あ、なんか、あ、なんもなかった。お宝は、まだないね。もうちょっと奥の方かな。おー、すごい。床がもうすでに銅の、あ、これ何？青い。マンガン鉱石。はー、初めてじゃない。あー、こんなに簡単にいろいろやっちゃっていいのかい？まあ、私が狙っているのは大理石なんだけども。お、ここ赤いね。鉛。なあ、鉄鉱石もある。うわ、全く手に入るもの違うのね。逆に大理石は手に入らなさそうだな、この感じ。よし、そこ行こう。うん、大理石。あ、なに、ザブって、ザブって、砂ザブ。はい、エネルギー石やったね。青い、これはマンガンね。うん、オッケー。床には、あ、いっぱい近くにあるね。拾っていこう。こりゃこりゃ。大理石はないな。あ、バネだった、さっきの。大したことないな、これだ。よし、おりゃおりゃおりゃ。
お、大型鉄バケツ。なんだ？一番近いの、微妙だね、どれも。うん、あっち行こう。そりゃ。お、データディスク来たぞ。いっぱい来てるぞ。はい。ラケットか。なんか使えるかな。武器かな。とりあえず戻るか。うん、オッケー。もうちょっと奥に行ってみよう。なんか怖いな。でもそんな危険ではなさそうだね。大理石はないですね、これは。失敗したな。でもこういう普通の石のところに多分大理石ってあるんだよね。よしよし、今日はもう一日中潜るぞ。そっちが行くかな。いや、やっぱりここの遺跡は人が全然いないね。危険だから、ちょっと深いから。お、斧を持った兵隊のピース3。そう、初めてだな。一つのダンジョンにつき何種類かって決まってるのかもね。複数の遺跡にこうまたがってあるわけじゃないのかな。だからピースをそれぞれの遺跡で集めてから行った方がいいのかもね。ちょっと好奇心で来ちゃったけども。よいしょよいしょ。おりゃ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 。データディスク、洗濯機、これ飾れるかな家に。ないね。よいしょ。ないね。あ、忘れてた。くっ、今日はずっと潜り続けるつもりだったのに。そんなのどうでもいいよ。あ、いや、私が橋を直したことを報告されるのかな、ひょっとして。ちょっと待ってくださいね。あ、いや、ちょっと待ってって言ってる。あ、ちょっと時間、そんな時間ないよ。これまで掘りたい。ほ、急げ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 。ほりゃほりゃ、多少遅れても大丈夫でしょ。ほ、オッケー。なんだ、テンパリング駅か。ふう。入り口に移動します。はあ、忘れてた。帰れ帰れ、急げ。走るぞ。荷物いっぱいだけど大丈夫かな、それは。あ、でもみんな今向かってるところだね。大丈夫だ。いや、大丈夫か。あ、すみませんすみませんね。あ、失礼しますね。あ、やばいかも。あ、やばいかも。え、そんなそんな。あ、うちポルティアスクールだ、間違った。急げ急げ、みんな集会だったよ、集会だったよ。おりゃ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 、急げ急げ。あ、集まってる。お待たせ。こんばんは皆さん。まずは私の話を聞いてください。話が終わったらみんなでパンプキンパイを楽しみましょう。今日はお話ししたいことがいくつかあります。まずビルダーの格付けに感謝を。アンバー島への橋を見事に完成させてくれました。ただし洞窟にはまだ入らないでください。中には乱暴な生き物が住み着いているようです。この洞窟はいずれは観光アトラクションとしてオープンさせる予定です。次のお知らせです。今週盗難事件が発生したことは皆さんご存知のことと思います。我々の町でこのようなことを許してはなりません。必ず真相を究明し犯人を逮捕することを約束します。どうせまたハスとタスの仕業よ。ハスとタス、しつこいバカどもだ。私の大事な本を盗みやがった。私のチーズもね。
それはなんか動物の予感。俺の靴下もだ。皆さん落ち着いてください。できるだけ早く真相を究明します。現在はアールが調査を指揮していますので、どうぞ安心してください。今回は以上です。皆さんおやすみなさい。よろしければこちらでソフィーさんのパンプキンパイをお受け取りください。え、欲しいな。ちょっと、いらないアイテム。砂はいらないな。砂捨てる。うん、はい、あ、全部ありゃ。うん、あ、みんな早いよ。マサさん、去年は誕生日にトビーが夕飯を作ってくれたんだけど、あやふく台所が燃えちゃうところだったわ。いい子ね、トビー。ジェールさん、みんなパンプキンパイもらわなかったね。どうぞ楽しんでください。やったー、パンプキンパイだ。話す。私はポルティアをもっと繁栄させ、自由都市同盟のモデルの都市にするつもりです。つもりだ。うん、頑張ってください。ありがとうございます、パンプキンパイ。よし、集会終わっちゃったよ、二人とも。え、インベントリがフルです。大理石は手に入りませんでしたね。鉱石のところにこの辺を入れていきます。バネはいろいろかな。ビャンビャンビャン。どういうこと？入れとくか。データディスクはどこに入れてたっけな。いろいろ違うな。異物、まあどこにも今入ってないか。ここに入れとこう。あ、作業台レベル2で作られるのね、鉄バケツ。まあいいや。土は鉱石のところでしょ。これが異物。いやー、すぐいっぱいいっぱいになるよ、異物。スロット20。どうやって増やせるんだろうね。これ明らかに違うでしょう。はい、異物だけにします。なるほど、武器とかここに入れてたのね。うん、このピース系を置いておこう。旧世界で使われてたという洗濯機、おそらく服を洗濯できるのだろうけど、今では飾りでしかない。あ、博物館に設置できる。博物館というものがこれから出てくるのね。これは知らないな。いろいろに入れるものがありますね。食べ物にパンプキンパイ。あ、いっぱいいっぱいだ。蜜ろをロイヤルハニーちょっと持っとこう。で、パンプキンパイを、あ、違う、これは食べる気はないよ。あれ、どこ行った？これね。はい、パンプキンパイ入れて、農業ではなく木材のところにハーブ入れとこうかな。いろいろにこの辺を入れて、ラケット攻撃ね、やっぱ。あー、もういっぱいになった。武器も必要だな。武器ボックス。あー、もういっぱいいっぱい。鉱石、うん、はい、洗濯機を置きましょうか。ヘビイチゴを片付けて、洗濯機をガツン。いや、うん、ああ、ああ、よしよし。何をしようかな。大理石の板作れなかった。大理石手に入んなかったもんな。
しまったらね予定と違いましたね。なんか新しいもの作れるようになってるかな。いやー特にないな。お、小麦ができて、あと3時間と何しようかな。鶴橋もアップグレードしたいね。お金集めかな。次は鉱材のソファー、収納箱マット作っとくか。武器用、はい、武器、いや、はい、違うよ、うん、いいか。よし、パチンコはもういらないや。ということで、武器は取り出して武器防具の箱に入れます。うん、これでちょっとは開いたね。あ、武器あった。うん、のところにこれを入れる。よしよしよし、バッチリだ。魚かな、お金を貯めるためには。今日はもう時間があんまりないんだけども、サンマさん話す時々思うんだ。青きな町にね、サンマさんはやめとこ。アブーいないかな。ロイヤルハニーをちょっと一回あげてみたい。虫集め、虫集め、あ、1000円しか取れない。アブー、あー、いないかな。もう開いてないよね、家は。うん、帰ろう。残念でした。ということで、ハーブの時って、あ、芋虫も取れるね。うん、たまたま取れなかっただけか。さっきは繊維の時も多分。うん、繊維はそれとも取れないのかな、芋虫。よいしょ、ヘビイチゴ、芋虫来た。よっしゃ、こんなもんだ。データディスクはあと1個で次の何かができますね。お、小麦ができてる。はい、あ、キャンセルできてなかった危ない危ない。うん、時間ギリギリだな。あ、キャンセル、1時間半でしょ。あー、今日は2時になっちゃうな。まあ、2時はまだギリギリ OK なんだけど、うん、農業、あ、農業のところに今虫入ってた。もうどこに入れればいいかわかんないってやつがあるからね、いろいろ。今虫もちょっと結構使うから持ち歩いとこ。ヘビイチゴ、繊維を入れて、ヘビイチゴはこっちに入ってるね。うん、よし、うん、ここまでにしようかな今日は。うん、肥料も大丈夫そう。よし、ではおやすみなさいですね。今日は報告がありましたというところで、これで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。